祖父は中国五冠時代末期の政治家、武将、奇襲協力公理公平権の人、弟は祖兄、子は即偶意。若くして大使を有し、剣謀術作に優れていたという。当初は襲の別画となり、茂る際に推挙され、剣令となった。また、奇襲僕の官服に別が、奇闘意として使え、官服が炎章に奇襲を譲ろうとすると、 他の幕僚と共に監視したが聞き入れられなかった。結局、炎章が奇襲を支配すると、祖父もそのまま炎章に仕えた。祖父は、木、青、優、並びの四州を平定した上で、長安に帝を迎え、落葉において、五冠の創病を復興する戦略を炎章に説いたため、その称賛を受け官軍、伊丹将軍に任命された。この戦略の下に、 延章は懸案4年までには4州を平定することに成功している。祖父の官軍としての貢献は大きかった。公平2年、祖父が延章に検定を迎え入れることを進言したが、閣図や順受はこれに反対した。延章も、東卓が擁立した検定を迎え入れることに積極的でなかったため、祖父の進言は入れられなかった。検案四年に、 炎章が四州を平定して、以降、対、曹操の戦略について論争が起きていた。祖父と伝法が自給戦略を主張していたが、角図と新敗は短期決戦戦略を主張していた。炎章は最終的に角図、新敗の戦略を支持した。またこの時、角図が祖父の誠意は強大であると残言したため、これにより官軍の地位。 権限が三都督へと三分割され、祖珠、純恵、格図の三人が都督に任命されることとなった。このほか、延章が長男の延丹を青州市市に任命しようとすると、蘇寿はこれをかの始まりであるとして監視した。しかし延章は聞き入れなかった。検安五年、菅渡しの戦いが始まる直前に祖珠は炎章の敗北を予想し、 弟をはじめ一族に資材を分け与えた。戦いが始まると、炎章は、閣図、純計、元領に命じ、白馬に駐屯する龍炎を攻撃させた。祖父は、元領は有望であるが、偏教であるため単独での任務には耐えられないでしょうと、炎章に進言した。その言葉通り、元領は、白馬で判断を誤って敵中に孤立してしまい、意図もたやすく。 曹操軍の関羽に打ち取られてしまった。また、炎章が甲賀を渡りの別に向かおうとすると、祖父は病気を理由に軍式の事態を申し出た。このため炎章は奮然としながらも、祖父敗下の軍を隠ずに従属させた。曹操軍が艦渡しに向かうと、祖父は曹操軍の領職不足を指摘し、自給戦術を進言したが、入れられなかった。炎章軍も、 勘渡しに赴いて、曹操軍と交戦し、当初は有利な戦況を展開した。しかし、延章軍もまた、曹操軍の攻撃で、兵糧補給に難を生じさせることになった。このため延章は、準受刑に命じて輸送された食料を守備させようとした。この時祖治は、準受刑に加えて、長期に別動隊を率いさせ、守備に万全を期すべきことを延章に進言したが、 またしても入れられなかった。この結果、純武帝がカラススで曹操に撃破され、これがきっかけで、炎章軍は、総崩れとなり、大敗した。祖父は、甲賀を渡過するのに遅れたため、曹操軍に受け取りにされてしまった。曹操は、祖父と旧地の中であったため、彼を敗下に迎えようとした。しかし、祖父はこれをカくなに拒否したという。曹操が、 ソジュの能力を惜しんで処刑しようとしなかったが、脱走しようとしたため、曹操敗下の兵にやむなく処刑された。なお、この即軍は後に、炎章の武将となったが、簡単の戦いで、曹操軍に敗れている。三国志疑書、炎章伝の中によれば、歴史家の孫森は、伝法、ソジュの計り事は、古の長領、陳平に匹敵するものであると称えている。小説、 三国支援議における素父は、当初は、官服の部下だったことについて触れられていない。ほぼ史実と同様の顛末をたどっており、悲劇の参謀として散っていった様子が描かれている。ただ、曹操との戦いでは、時給戦略が炎症に受け入れられなかったことに不満を、抱き、他の諸将と連携しようとしない場面もある。官渡しの戦いでは、時給戦術を説いたものの、 受け入れられずに拘禁されてしまう。さらに国中から不吉な星の出現について炎症に知らせたが、これも無視されている。炎症の敗戦後、曹操の幸福勧告に従わず、死を選ぶのは、史実の通りである。また、曹操が中列祖君の墓と記した墓碑を、黄河の渡し場に立てて、その死を痛む場面が描かれている。 寛用的に、外クレオン読みする。ただし、辰馬正介たわけの、三国支援議大辞典では、汎音読みし、書樹に作っている。なお、呪を呪と読むのは語音であり、汎音で揃えるのであれば、書集となる。源な生産ありがとうございます。